アランチャ・サンチェス・ビカリオ、アランチャ・サンチェス・ビカリオ、ランチ・サンチェス・ビカリオ、1971年12月18日体は、スペイン・バルセロナ出身の元女子、プロテニス選手。全仏オープン3勝、全米オープン1勝を挙げ、4大大会、4勝を記録したスペイン最大の女子テニス選手である。二人の兄、エミリオ・サンチェスとハビエル・サンチェスもプロテニス選手で、 アランチャは四人兄弟の末っ子である。一歳年下のコンチタ・マルティネスと共に、長年にわたり、スペインの女子テニス界をリードしてきたに強豪であった。彼女は、選手登録名の姓を、本名のアランチャ・サンチェス・ビカリオにしたが、日本語メディアの報道では、簡略系のアランチャ・サンチェスで記載されることが多かった。アランチャ・サンチェス・ビカリオはテニス一家の四人兄弟の末っ子として、 バルセロナの地に生まれた。長兄のエミリオがマドリード、樹形ハビエルはパンプロナに生まれたため、サンチェス一家の子供たちは移転の多い幼少時代を送ったことになる。1985年23歳でプロ転校。1989年の全仏オープンにて17歳5ヶ月で大会初優勝を達成する。決勝戦で当時グランドスラム大会後、 連勝中だった女王シテフィグラフを7から6、3から6、7から5のフルセットで破る大金星を挙げた。それ以後、サンチェスはガブリエラ・サバティーニやモニカ・セレシと並んで、打倒グラフに最も近い選手と位置づけられるようになる。2年後の1991年、同じく全仏オープンで2度目の決勝進出を果たしたが、この時は、 当時17歳のセレシュにストレートで乾杯ている。1992年に全米オープンでも初めての決勝進出を決めたが、この決勝でもセレシュに敗れた。1994年からサンチェスはキャリアの黄金期に入り、苦手のウィンブルドンを除く3つの4大大,大会で決勝に勝ち残った。初進出の全豪オープン決勝でこそグラフに、 乾杯したが、3年ぶり3度目の進出となった、全仏オープン決勝で、地元機体のマリー・ピエルスを6から4、6から4で破り、5年ぶり2度目の優勝を飾る。全米オープンでも2年ぶり2度目の決勝進出で、グラフを1から6、7から6、6から4の逆転で破り、同大会で祝願の初優勝を果たす。こうしてサンチェスは4大大会年間2冠を獲得し、 通算3勝目を挙げた。1995年2月、シングルスとダブルスの両方で世界ランキング1位になる。ところが、この年から4大大会準優勝の不運が続く。全豪オープン決勝ではピエルスに敗れて2年連続の準優勝になり、大会連覇を目指した全仏オープンでも、決勝でグラフに敗れてしまう。この1995年全仏オープンの 準決勝で、サンチェスは、日本人女子選手として、初の全仏ベスト4進出を達成した、伊達キミコを7から5、6から3のストレートで退けている。この大会は、日本女子テニスが最盛期を迎えた出来事となり、4回戦には、伊達も含めて、杉山愛と長塚京子の3人の日本人女子選手が勝ち残った。同年に、ウィンブルドンで、初の決勝進出を果たす。 大会前年優勝者であった同僚のマルティネスを準決勝で破ったが、初めての決勝でまたもや、グラフとの大接戦に散る。とりわけ第3セット、第11ゲームはデュースを13回繰り返し、実に20分を要した長いゲームとなった。これをグラフに取られたサンチェスは、最後の第12ゲームであっさりと自滅して、ウィンブルン初優勝を逃した。 1996年もサンチェスは全仏オープンとウィンブルドンの決勝でグラフに連敗し、両大会で2年連続の準優勝に終わる。この年の全仏オープン決勝戦は大会史上最長の3時間4分を要する死闘となった。この2連戦を制したグラフは4大大会で19勝と20勝の記念碑を樹立し、単独歴代2位に躍進する。 サンチェスの不運はさらに続き、アトランタ五輪決勝では、地元の20歳、リンゼーダ・ベンポートに敗れて、銀メダルに終わる。このアトランタ五輪では準々決勝で、ダテ・キミコと対戦し、サンチェスが4から6、6から3、10から8で、ダテの挑戦を振り切った。全米オープン前哨戦、東芝クラシックの決勝が、サンチェスとダテの最後の対戦となった。 10度目の対戦となったこの試合では伊てが3から6、6から3、6から0でサンチェスに解消し、最後の WTA ツアー優勝、7勝目を記録する。両者の対戦成績は、サンチェスの8勝2敗で終わった。これら一連の準優勝で落胆したのか、最後の全米オープンでは4回戦で、当時15歳のマルチナ・ヒンギスに敗れてしまう。これ以後、サンチェスは、 若きヒンギスに分が悪くなり、テニスの成績も下降線をたどり始める。1998年に全仏オープンで4年ぶり3度目の優勝。2年ぶり6度目の決勝戦では、セレシュを7から6、0から6、6から2のフルセットで破った。セレシュが4大大会の決勝戦で、グラフ以外の選手に敗れたのは、これが唯一のケースである。 結果的にこの1998年全仏オープン決勝がサンチェスとセレシュの両選手にとって最後の4大大会女子シングルス決勝進出となった。サンチェスとマルティネスのコンビは女子国別対抗戦フェドカップにて無敵の強さを発揮した。1991年、1993年から1995年の3連覇。 1998年の5度優勝を飾っている。3連覇を達成した時期は2人の選手生活の全盛期でもあった。最後の1998年には決勝でスイスのジュネーブに行き、敵地でヒンギスとパティシュナイダーのコンビを破って優勝した。サンチェスは2002年11月、フェドカップ決勝のスロバキア戦を最後にシングルスから引退した。 最後の試合は、第4試合のシングルスで、ヤネッテ・フサロワに0から6、2から6で敗れた。最後の4大大会出場となった、同年の全米オープンでは、1回戦で、フランスの予選勝者マリオン・バルトリーに3から6、1から6で敗れている。2004年に、ダブルスで1シーズンをこなし、アテネ・五リンの女子ダブルスにも出場した。2007年7月14日、 アランチャ・サンチェス・ビカリョは、スペインの女子選手として、史上初の国際テニス伝道入りを果たした。スペインのテニス界は、男子は、面々と、競合選手を輩出してきた歴史を誇るが、女子は男子に比べると、選手層が薄い。サンチェスとマルティネスが、スペイン女子に競合として活躍した時期は、まさしく当地の黄金期であった。 サンチェスはどんな球にも粘り強く食らいつく強靭なフットワークを最大の持ち味にしたベースラインプレイヤーでクレーコート赤土の多いスペインで育った選手らしく全仏オープンを最も得意にした WTA ツアーでシングルス29勝ダブルスで69勝を挙げシングルスダブルスの両方で世界ランキング1位になった数少ない選手の一人で 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。